テレビガイドダウンをご覧の皆さん、こんにちは。高杉真宙です。今回は僕が主演を務める映画いつかいつもいつまでもについてたっぷりとお話をさせていただきました。今回の役はそうですね、僕があまり演じてきてないような役柄をさせていただいたんですけども、少々なんでしょうね、ラブストーリーなどもありまして、はい、そんな映画となっているんですが、自分も26歳になって、そういうお話をいただけるようになってきたのかなとしみじみ感じております。ぜひ皆さん映画館で見てください。よろしくお願いします。それでは高杉真宙でした。